今回はタナトス重心化使っていきます。で線のこんな感じで、特徴は砲撃型のあの長距離薙原、威力がね35万ぐらいあるんですよ。これがすごい高いですね。あとはね攻撃力謎にね3万5千とめっちゃ高いので、逆にこのキャラの弱点はこのイラストの神化の方が良かったなーっていうところですね。いや、なんか、ガンダムでありそうなこのポーズ。いやー、なんかイラストの凝り具合は重心化だけど、なんか私的に、神化の方が良かったな、みたいな気がする。で、これね、私ね、線形解放2体してます。いや、すごいでしょ。久々にね、なんか、最近コメントで、なんかキャラのなんか厳選具合とかその辺によって、なんかそのガミ軍さんのキャラの期待値がわかるみたいなコメント言われてるから、っていうわけじゃないけど、このキャラにはある期待を寄せてるんで、まあ、2体ぐらい線形解放しましたね。で、それは何かっていうと、これはね、艦隊じゃなくて強固連れてきてるのが、ちょっと理由なんですけど、威力高くて、誘発、超砲撃のキャラで、誘発したら等倍になって、一瞬で高い火力出せる球場って実はあんまりないんですよね。そのね、その、総火力だけだったら、例えば、ソロモンの、なんか、ランページじゃないや、ラピッドボムスローとか、ネオのリフレクションリングとか、あとは、時間かけていいんだったら、三日月のホーミングとか、いくらでも高い火力あるんですけど、一瞬で、高い火力出そうと思ったら、実はあんまり、超薙原より高い強い友情ってないんですよね。なので、超砲撃にして、強固の、SS って誘発するじゃないですか。だから、この誘発の短い期間で、最大火力出せるのって多分このぐらいが限界なんですよね。だから、まあ、引っ張りハンティング系の、なんか、ネオとかは、役に立たない。で、マドカとかのクロス爆撃とかは、持続時間長いからあんまり高い火力出てくれないんですよね。なので、そういう意味でも、ちょっとね、なぎ払いには、なんだっけ、悪魔ホムラーので、悪魔ホムラーでもやってた、友情ワンパンが結構期待できるんで、それ、やってますね。あとは、ゆうくりもあるから、そこも合わさったらちょっと面白いかもしんない。はい。で、あとは、皆さん知ってるか知らないけど、まあ、初心者の方も多いから、知らない人も多分いるから、この、なぎ払い豆知識。実はこのなぎ払いって、敵をロックオンする友情って知ってました。だからね、実は、これね、一周してるんですけど、一番近い敵から初めにね、ロックオンしてるんですよね。なので、絶対にこれ、上からなぎ払いするわけじゃないですよ。だからどの辺に絡めだと分かりやすいかな。だからこれだと 2P 触るとね、一番近い敵は多分目玉だから、左上から始まるんですよね。ほら。終わりが見ると分かりやすいかな。まあ、もうちょっとね、まあ、上から始まってるっていうのはなんとなくその辺見えるかもしんない。なので、2P 触ると分かるかな。多分ね、下から始まる、なぎ払いが。ほら、分かります?下からなぎ払い始まったのが。そういうところでね、実は、一番近い敵をロックオンして殴るから、一番近い敵に対しては、これ34万の2倍で70万ぐらいの威力叩き出してくれるんですよね。だからね、近い敵に配置して、誘発して、ドッカンバトルすると、すごいことになると。そういうことです。なので、あ、これって分かりやすいかな。あ、ダメだ、分かりにくいわ。多分これ横間からすると、下にこの2体分投げ払い出るはず。なので、わかります？これ。で、これ、誰もいないから、上から。ちょっとわかりやすかったかな？多分これ、スローにした方がいいかな？いや、多分、いや、YouTube の機能で短くできるから、まあそこでなんとかなるでしょ、きっと。なので、SS 使って強化入れつつ、上に配置するか。はい。なので、上に配置して、ここでは多分抜けるだけにしといて、はいはい。ちょっと配置微妙いかもしれない。まあ大丈夫か。なので、まあ SS 使って 1.5 倍強化を入れておいて、で、これ近い敵だから、あーって目玉に行くかな。あー目玉だな、あれ。なので、そういう意味で、なぎ払いは実はロックオン友情だという、この豆知識。まあ覚えとくと、まあそんなには役に立たないかもしれない。あーもう、なんも使えねえ、届かねえし。なので、実用性あるかと言われると、多分ね、そこまでないと思うけど。いや、これ一瞬で抜け出せたら、一瞬で抜けたらいけるかな。はい、はい、はい。なので、真ん中あたりに配置して、おこれいい感じにできるかな。爆発するでしょ。あー、でもこれあれか。なぎ払いがいい感じに、1P 当たんねえしな。いや、大丈夫か。だからこれを、
SS 使って誘発すると、ちょっともうちょい強化入れたいけな。はい。まあ、それは。さあ、寂しいこのやって、そう、みんなで一緒に薙払いね。さあ、この強強薙払いが、どれくらい出るか。はい。配置がちょっとそんなに良くないからな。弱点まで届いてないかもしれねえ。ガチ配置ポンコツ状態で使っちまったかもしれない、これ。まあ、これは、最大までいい感じにするとどうなるのか。それをちょっと皆さんに見せたいかな。なんでこんな感じでゲージ飛ばし狙えるんですよね。で、一瞬で出るから、この強固の誘発の短い時間でも、ちゃんと最大火力出してくれるよ、みたいなのあるんですよ。ちょっとこれ、配置めちゃくちゃ調整して最大火力で、ちょっと一回使ってみたいですね。よし、これ、いい感じにできたんじゃないですか。で、これ、はい。この、エスカノールの SS、このクルエルさん。まあ、これは別に誘発要因だから別に大したことないですけど、これ使って、やっていこうと思います。で、あとは、おうおう。死んじゃったけど、まあいいや。で、これ使って、あとはクルエルさんを打ち込んで誘発させれば、多分最大火力になるはずなんですよね。縦間で防御アップと防御ダウンを入れまして、さあ、クルエルさんをぶつけて、まあこれは多分そんなに大した火力出ないから、一応、あれだし、1段階目だし。そう、これ友情で、投げ払いも当たって、どう？ほら！いや、ちゃんと、いや、いけましたね。なので、まあ、こういう遊びだけど、こういう使い方もあるんですよという感じになってます。というわけで、あとは普通に使える適正のキャラ、これ29の極なんですよね。お、いいね。なのでこれ使ってやっていこうと思います。あ、そうだ、あと SS バイリス多分今回何も喋ってなかったけど、多分一応解説は入れてるかな。1.51 倍が、なんだっけ、1段階目で 1.51 倍が一巡継続。あ、当たんで。なのでそれ使ったらかなりいいみたいな感じ。なので、まあ、せっかくだし SS 使うか。これが一巡継続で、倍率は1段階目も2段階目も、どっちも変わらず 1.51 倍なんですよね。はい。SS 短縮もあるから、12ターンの SS は確かターンチャージって役に立たなかったはずだけど、まあ、それは、はい。うん。役に立たなかったはずだけど、まあ、今はバウンドチャージとか SS ターンチャージとかその辺があるから、まあ、やろうと思ったら多分2回に1回は SS 使えるとかもできんのかな。はい。で、これ当ててと。SS も使っちゃって。だからここでもかなり使えるキャラになるんじゃねえのかなみたいな。やべ、これ当たるか。よし、OK。で、これのいいところは、自強化とかって、このレーザージェネレーターには乗らないんですよね。こういう、筋肉ムキムキマークだったら乗るんですけど、普通の、自強化とかはこのレーザージェネレーターには乗ってくんないから、この筋肉ムキムキになってくる仕様は結構噛み合ってるんですよね、実は。はいはいはい。なので、まあいろんなキャラ使われてるから最適と、お今倒してたね岸田子。なので、まあそういうこともできちゃいますよ、これさ。あ、そうだ、あと。一応これ、そうだ、一応順番出しとかないとわかんないって言われるしね。なのでこれやります。はい。あ、そういえば、なんだっけ、金曜日、なんか、あれ復活するみたいですね。人気投票ガチャ。あ、でもやっぱ削ってるね。なんだっけ、モンストニュースのまとめで、なんかこれ、なぎ払い通用するかなみたいな話してたけど、ちゃんと通用するのね。そんななんか、めっちゃ削れるみたいな感じじゃないけど。なので人気投票復活なんか、ビー玉みたいな。なんか、青い玉になっちゃうのごめんねみたいなこと言ってたけど、なんでそういう風になっちゃうのかよくわかんないですね。はいはいはい。で、これでレーザーで倒すでしょ。まあ、最強とは言えないけど、全然適正待ってない人は、かなり使えるレベル。アンフェア艦隊と、アンフェアの感覚忘れちゃったな。まあ、ちょっとどっちがいいかアンフェア使ってる人書いててください。あとは適当に暴れていって。で、4つ触れて、魔法陣触れてると、お、いいね。これでさらに 1.5 倍火力上がるから、ほっ、おすごい削れるんじゃない。まあ、オフィーリアルファとかと比べちゃうとあれだけど、多分、工場だったらかなり上位に来るかな。なんでレーザー当てていって、薙払いでも削れる。岸坂も倒せるの確認できたから、いや、かなり強いんじゃない。あ、そうだ、守護獣ちょっと変えてきて。グリフォン。ワンパンにしか使われないであろう、この受けるダメージ。5ターン内で 10% より、これもかなり使える。ちょっと待って、だから、これを横換して、なぎ払いだけで、いけ！これが、強強っ！あれ？あれ？さっき2発、おお、444！ ちょっと待ってくださいよ。あれ？ちょっと待って、みんなに遊撃ついてるから、これってもしかして、あれ、ダメ？もしかして、あれ、単体の投げ払いだとアウトっすか？もしかして。はいはいはい。倒せてねー
ちょっと、うわ、心配じゃねえか、これじゃ。泣き払いで倒せないのか。いや、さすがにこれのために紋章つけてくださいわ。さすがにちょっと、いやー、やりたくないしね。そう考えると、じゃあ、やべ、ちょっと待って、これ。だから、投げ払いで、いやー、残るなー、これ。うわ、これ残念だ。いやー、ちょっと今からでもヒットポイント調整してなんとかしてくんないですかね。あ、そういえばなんか今日絶球、絶球トーナメントなんかあれバグ起こったみたいですね。なんか、プレイできたら落ちるみたいなバグが起こったみたいですね。いや、なんか、X ブラックからミクシーに変わってからなんか大抵ろくなことが起こってない気がするんだけどな。あ、で倒せてる。倒せるときとやっぱ倒せないときがあるみたいな感じなのかな。だから、SS 使ってると、多分倒せるようになるはずなんですよね。なので、まぁ、ちょっと弱点露出しといて、はい。で、あとめっちゃ鍛えたキャラだったらできる、なんだっけ、弱点露出してなくても通りますよは、多分できないかな。あー、そうね、なんか残ってんね。だから、鶏状態だとダメ。だから、1.5 倍じゃ、そうね、だから鶏 SS 状態じゃダメか。あんまりじゃあなんかなぎ払いで倒せるみたいな実用性はちょっとなさそうだなこれで。これでだからなんかそういうバグ起こったみたいですね。なんか何してんだろうみたいな。いや、なんか最近不具合多発しすぎじゃない。まあ詫びオーブくれるから別になんかその辺あんまり気にしてないですけど、オーブくれるんだったらどんだけミスってもいいよみたいなね。ただなんかあまりにも頻発すぎてちょっと内部状況大丈夫なのかなみたいな気がする。なんか X フラグからミクシーに変わることでなんかあんのかな。一応結局子会社が親会社と合体するみたいな感じだから、そんな大きなことは起こんないと思うんだけど、なんかあったりするのかな？私よくわかんないけど、その辺。はい。で、これで、おお！で、グリフォンはラスゲで使おうかな。で、こっから SS 使えるキャラは使っていって、ガンガン使っていく。いや、でも、アホブスがなぁ。ていうか、よくよく見たらこの人って、超アビ何も持ってないのね。私は、これ、魔法陣ブーストは超アビと認めてない派の人間なんで、でも逆に言うとこれはあれか。オニキスとかみたいに、なんかちょっと強いキャラ出したら、そのめっちゃ強いクエストで、なんか接待やっても、後付けでなんか強いキャラさらに実装されそうで遊べるみたいな感じになるかな。はい。で、あと、もうちょっとでコラボの時期近づいてきたんですけど、あれ、ブラッククローバーがね、久々に、よそ様なんですけど、コラボしてるみたいね。いやもうブロッククローバーね、確か私、予想動画出した時に、一年ぐらいどこともコラボしてねえからもうやってねえんじゃないのか疑惑あったんですけど、別にそんなことなかったみたいですね。じゃあこれで、SS 使えねえし。こういう時にチョッパーがいるとなかなか役に立つんですけど、ダメっすね。で、これでは倒せるかな。よし、OK。で、グリフォンも、うわ、みんな鶏やんけ。くそ、みんな鶏やから使えねえし。まあ多分5ターンあったら余裕で消せましょう。あ、ちなみにこれ、皆さん知らないかもしれないけど、敵のこの2体、両方ともね、ヒットポイント共有してるんですね。今まで出てきた弾も、みんなこれヒットポイント共有してるから、これ結構豆知識ね、気づいてない人もいるみたい。はい。なんでこれ使って、5ターンの間 1.5 倍にして、ぐるぐる回って、よし。で、削っていく。いや、ちょっと待って、戻して、早く早く、鶏じゃなくて、なしてくれ。鶏から鶏に戻してどうすんねん。これはだからぐるっと回りの。はい。一応これだから他のと普通の守護獣と違って、あれだから、なんだっけ、敵に作用するから、突破しちゃうと意味なくなっちゃうのがちょっと気になるところですね。だからこれで倒していって、はい。まあこれ4本つけたら多分倒すっしょ。あ、そうね、いい感じにセットできてるから。まあさすがにこれで終わるかな。はい、終わります。ごきげんよう。